して、北は北海道から南沖縄まで十数箇所でやってくれるそうです、大変ありがたいと思います、私のような労働葬儀をやっている者にとっては本当にありがたいんですけれども、やってる人たちがね、あまりお金持ちとは思えないような人たちが多くて、お客さんがたくさん入ってくれればいいんですけれども、ちなみにお客がいくら入っても私のところに1円も入ってこないという仕組みになっております昨日は夜は横浜でやりまして、でその足で名古屋に来まして、今朝は名古屋の映画館で午前中やりまして、それで、今ここに来ているということで、最初それをプロデュースする人が日帰りでやってくれているんでね、63歳のじいさまなんでもうちょっといたわろうよって昨日はカプセルホテルを取ってくれましてですね、でも今カプセルホテルといってもね、健康ランドにの中にあるような形になってるんですよ。だから風呂がとても充実しててね、僕は風呂好きだから非常に居心地は良かったですね、ちなみにノーギャラということで徹底しておりますけど、でここ大阪では初めて私はライブさせていただきます。この映画ができる前からあちこち呼んでもらってたんですけれども、大阪ということで思い出せば私事ですけれども、映画の中に出てきたかみさんは実は加山雄三の追っかけです。で、今年の夏に大阪で加山雄三のライブがあったんですね。でそれに来ました。ただ加山雄三の追っかけにはグループ追っかけグループがありまして、とてもよく団結してましてですね、で東京から仲間が来たということで歓迎会をやってくれたそうで、40人も集まってその盛大な歓迎会があって、でその前か震災があって、で東京も被害があったでしょうということでね、その追っかけグループの仲間から支援物資を送ってきましたね。すごいですね。でちなみに私が着てるこの T シャツは買えまいずの T シャツで、かみさんがライブに行くたんびに T シャツ買いますんで、私の T シャツのほとんど買えまいずということになっております。でポケットがついてないから具合が悪いんですけどね、でまた大阪で思い出しますとですね、私が門前で歌を歌って30年間歌を歌うだけじゃなくて、なぜ私が戦っているかという毎日説明するんですけども、通っている人たちはほとんど関心示さないですね。なんか怪しい人がいるから近づかないようにしていこうということがだいぶあるんで、たまに声かけてくれる人がいて、最近はいい音楽ありがとうなんていうことを言ってくれると涙出ちゃいますけどね。でもし大阪で僕がこれをやったらどうなるか、この支配人の松村さんとも話したんですけども、やっぱ同じですかね。なんか怪しい人が歌ってる会社の前で歌ってる、なんか喋ってる、聞こうとしないですかね。あんた何やってんのやって聞かないですかね。聞いてくれるんじゃないかなっていう気がするんですね。東京はなんか本当にそういう意味では変に澄まして冷たいなというふうな気がします。では一曲歌います。横浜の原稿が出てる。終わりに近づけば、京葉線のガードを越えた朝日が門前の私届き始める。出勤の人なら目をそらしながら門の中へと流れ込む。指先に穴を開けた軍手でギターを抱えて叫ぶ。生きてくれ生きてくれ、人間として見えているものから目を背けないで。生きてくれ生きてくれ、人間として私もここで生きている。4月
欅の並木を芽吹き始め、夏の日差しからかばってくれる出勤の人並みが途絶える頃、マイクと旗をしまう。生きてくれ生きてくれ、人間として見えているものから目を背けないで、生きてくれ生きてくれ、人間として私もここで生きている。こだわってこだわってこだわり続け、誰彼に偏屈と言われたとしても、生きてくれ生きてくれ、人間として私もここで生きている。私なりにここで生きている。